よしやろう。はい、ネットでポチりたいです。海外のセレクトショップとかでもうね、先行の秋冬セールとか始まってますけど、皆さん何かポチりましたか？私はこれなんだけど、今シーズンの新作ってわけじゃなくて、もう何年か前からずっと狙ってたやつが安くなったのでポチりました。で、これを開封して紹介した後に、秋冬っていうかもう冬だね、冬の本気コーデをやってみたいと思います。これマイテレサっていうドイツの、まあ、EC サイトでポチったんだけど、最近ネットニュースでマイテレサがユークスとかのミスターポーターをやってる会社の株式をね 100% 取得したというニュースをちょっとネットで見ました。勢いが落ちてるところもある中、マイテレサはちょっと元気があるんじゃないかなみたいなこともありつつ、開けますかね。もう最初に言っちゃいますけど、帽子なんですよ。帽子、俺さ、まあこれもそうだけど、これドリスの帽子で、 YouTube 始める前から帽子は結構かぶってた方だけど、 YouTube 始めてからだね、いろんな帽子をね、あの買い集めまして、いろいろあるけど、自分の中の究極の中定番みたいな、この帽子が最終的に何にでも合わせやすいっていうのが、開けてくれてる、ありがとう。欲しいなって思うようになって、で探した中で見つけたっていうか、見つけたんだけど高くてずっと買えなかったやつが入ってて、高くて買えなかったやつとついでに買ったやつと2個入ってるんですよ。おー、マイテレサ With Love From マイテレサっていう、こんな可愛くね、梱包してくださってますね。リボンほどくのってドキドキしますね。あー、2つ入ってる。じゃあ最初はついでに買った方からでいいですか？ついでにポチった方から。こちら、ついでとはいえね、すごいね、気に入ってるやつではあるんですよ。アワーレガシーのニットキャップで、おそらくこの秋冬のじゃないんじゃないかな。定価がね、確か1万3000いくらだったやつが、結局6000いくらで買えたような気がするので、マイテレサ最初からそんなに安くしないからさ、先シーズンとかもしくはその前のやつだと思うんだけど、アワレガシーってね、まあシーズンによって大きく変わるブランドじゃないんで、デザインがちょっとかぶってみようかな。はい、こんな感じ。素材はね、 70% アクリルで、で 30% がバージンウールですね。なのでそれなりにいい感じの素材感ではあるし、多分この折り返しの面積でいろんな形を作れそうな気がするね。これ6000円7000円だったらいいんじゃない。でそれプラス実際ね、2000いくら送料かかるんだけど、まあもう一個ね、もうメインのやつを買うことは決めてたから、そっちでどうせ送料かかるんであれば、まあ変わらないんでね、ついでにポチれてよかったなという。多分今シーズン出てるやつもそんなに大きく形は変わらないんじゃないでしょうか。色とか素材はもしかしたら変わるかもしれないけど。でこちらがメインの、どうしても欲しくてずっとネットで見張ってて、でも安くならなくてさ、もうここがギリだろっていう感じでポチったやつなんですけど、まあそんだけハードルを上げといて何が出てくるのかお分かりになりますでしょうか。っていうか、サムネを見た人は分かると思うんですけど、はい、こちらザ・ローザ・ローのニットキャップ、初めてですね。ザ・ローザ・ローといえば、まあアメリカのね、超高級ブランドっていうか、とにかく素材と、あともうミリ単位で洗練さを追求しているというね、クワイエットラグジュアリーの祖じゃないですかね、私の印象では。そのザ・ローのカシミヤ 100% のニットキャップでございます。ザ・ローっていうブランドだからこれにしたっていうわけではないんだな。やっぱいろいろ見た中で、このなんだろう、まあちょっと被ってみるか。はい、どうでしょうか。こちらがザ・ローのリボっていうのかな、リボっていう多分名前のニットキャップ B2 になります。カシミヤ 100% で、どうですか、どうですかと言われても普通って思うかもしれないけど、まあそうなんだよね。ザ・ローはパッと見普通だけど、そのミリ単位ね、ミリ単位で洗練を追求してるということで、カシミヤ 100% だけど肉厚でボリューム感のあるニットキャップを探しててこれにたどり着いたんですよ。多分このね、リブやっぱり折り返し方とか浅くかぶる深くかぶるで結構いろんな被り方もできそうな気がするし、サイズがね、これ M ですね。S、M、L とあって、これ L サイズだったらさらに大きく被れたかもしれないが、もう L サイズはなかったんだよな。
M サイズだけどカシミヤ100のこのボリューム超あったかい。そして何よりザ・ローをかぶってるっていうことの満足感っていうかちょっと高揚感あるね。正直よりザ・ローってお店で試着したことは何回かあっていいんだよ。素材がいいから軽かったり体にすごいフィットしたりはあるんだが、とにかくお値段がねいいお値段するので、そのお値段に見合うそこまでの興奮みたいなのはなかったわけ。でも帽子ならと思って、これいくらだと思いますか？定価で買うと、まあ、7、8万、もしかしたら日本だともうちょっとするのかな、わかんないけど、海外でも8万ぐらいして、ザローをご存知の方だったら安いって思うかもしれないけど、俺はニットキャップに8万は厳しいなと思ってずっと見てたわけ。安くなんないんだよね。セールになって行っても 10%20% オフにしかなんなくって、それが、このマイテレサで 30% オフで出てたわけ。で、30% オフでもやっぱね、5万ぐらいするから、まだ高い。それが、さらに 20% オフ。4万円台になってたから、もうここだと。ここで行くっきゃねえと思って、ポチったわけ。だからこれ4万円で買えたっていうのは、俺も2年越しぐらいに、自分なりにいいポチりをしたなっていう感じなんですよ。で、これが究極の定番だとしたら、もう一個ね、究極の帽子を今年ポチってて、すでに動画の中のコーデで2回ぐらい使ってるからもう開封してあるやつなんだけど、LNCC っていうね、イギリスのお店からポチったやつが、プラダでございます。プラダの帽子をポチりましたね。これは、夏のセールだ。今年の夏のセールでポチって、でも夏のアイテムじゃないんですよ、どう見ても。どう見ても夏のアイテムじゃなくて、なぜなら、じゃらーんと、この手触りが似てる。そうです。こちらが、シェアリング?もうムートンですね。ムートンのプラダの、はい、プラダ。人生初ザ・ロー。で、こちらは、おそらく人生初のプラダですね。ラフシモンズになってからのプラダは、もういいよね。やっぱお高くて手が出ないってなっている中、まあ例によって帽子だったらいけるだろうということで、日本の定価がいくらかわからないけど、LNCC では定価が、141,700円。今はね、LNCC も安くなってないんだけど、夏のセールの時に一回安くなったんだよね。76,000いくらになってるタイミングで、まあ送料を入れても79,000円。8万円切るお値段で買いました。さっきのザ・ローはね、L サイズじゃなくて M サイズしかポチれなかったんだけど、これは L サイズをポチれたんですよ。L サイズだからっていうのもあんのかな?想像してたより大きくて、この雰囲気でジャミロクワイみたいな感じで、まあ気分が上がるための帽子、冬の気分上げ上げ帽ということで、位置づけていこうと思います。ということで、この、今回ポチったこの3つの帽子を使って、こっから寒くなっていって、俺がどんな格好をしていこうと、毎晩クローゼットの中で着せ替えごっこをしてんだけど、その中の何個かコーデをご覧ください。じゃあまず、ザ・ローのニットキャップを使ったコーデからやってみますかね。特に気をてらったっていうか、いつもみたいに個性的な感じを狙ったコーデじゃないですね。なんつってもね、ザ・ローを被ってるんで、クワイエットラグジュアリーってのは、まあ、俺には似合わないと思うんで、まあ、自分の中では落ち着いた、あんま変な人だと思われないコーデをやってみました。とはいえ、自分なりにこだわりポイントはありまして、パンツが今シーズンのデムナがデザインしたバレンシアガで、で、このレザージャケットがね、20年くらい前にニコラ・ジェスキエール、今のヴィトンのレディースやってんだっけか、そのニコラがデザインしていた頃のバレンシアガ。全身バレンシアガだと、どうしてもバレンシアガのコスプレしている気分になって落ち着かないんだけど、この時をかけるバレンシアガコーデなら落ち着いて着れるっていうか、で、時をかけるという意味では、このインナーのスウェットね、カレッジデザインのヴィンテージみたいに見えるけど、実は1997年のラフシモンズ、スクールパンク付きのラフシモンズのアイテムを合わせてみました。で、そこに帽子がザ・ローということで、なんかお高く止まってるっていうかね、ブランド物ばっか着てるのもなんだなと思いまして、スニーカーはアディダスのなんつーか古いやつね、一応ヴィンテージのやつですね。で、さらにアップルのね、この結構使用感やばめなバッグを合わせたりすると、まあこんな感じかな。ザ・ローに引っ張られてさ、上品でハイセンス洗練されたみたいなのは、
やっぱ自分には向いてないんでね、ザ・ローを取り入れながらもこのぐらいごちゃ混ぜは程よいかなっていう、まあ、自分の中のなんかリアルクローズ的なコーデでした。で続いてはアワーレガシーのニットキャップを使ってよりリアルな私の冬コーデをご覧ください。つうかついでにポチったはずのこのニットキャップがね、もしかして一番使えるんじゃねっていう、まああるあるだとは思うんですけど、そういうの、いやもうね、どんなコーデにもしっくりくる帽子なのよ。この色、このブルーが冬のコーデをパッと明るくしてくれるんですかね。モヘアのニットは古着のいい感じのやつで、パンツがね、最近もうこればっか履いてんだけど、仲良しデザイナー木村さんのムーっていうブランドのクラウンパンツ、よーく見るとレオパードになってますみたいな。でスニーカーがこの間 YouTube ライブで開封だけやってたアシックスとダブレットコラボのやつで、これ可愛いよねみたいな。でもって超短丈のダウンベストがユニクロ C で、インナーの T シャツはユニクロ U ね。そこにマルジェラ本人気の昔から愛用しているなんかちっちゃいバッグをぶら下げてのみたいな。いやなんか良くないんですか、古着とマルジェラ、そして仲良しデザイナーさんのパンツにユニクロっていうね、ザ自分、これぞ俺っていう感じのコーデで、その上にこのアワーレガシーのキャップがちょこんと乗って全体をこうなんかまとめてるっていうか見守ってくれてるみたいな。ついでにポチったなんて言って申し訳ないな、このアワーレガシーさん。いやマジでなんかパッパッパーと合わせてみたら、もしかしてこれ冬の一番お気に入りコーデになるかもしれないっていうね。とか言いつつ、最後は冬の一番気分アゲアゲコーデ、プラダのムートンキャップをかぶってちょっとカッコつけたスタイリングをやってみるわけなんですが、ムートンキャップに合わせてね、毛足の長いニット、これモヘアに見えるかもしれませんが、実はカシミア 100% っていうね、コミッションっていうアメリカのブランドのやつです。でパンツは昨年から引き続き大活躍している ERL と 80s のシューズの組み合わせ、あとベルトっていうかこの紐をぶら下がってるやつがマルジェラのやつで、これは気分が上がる時にやってる組み合わせですね私が。でマフラーはラフシモンズなんですよ。そこはね、今プラダで大活躍してるけども、ラフシモンズご自身のブランドもずっと愛用していますよっていうね、届かないメッセージを送りつつ、それだけでも十分気分が上がるんだけど、最後はとどめ、最後のとどめはやっぱこれだな。バレンシアガの超ヘビー級っていうのは、あの重くてもう着てるの大変っていう意味のヘビーなんだけど、まあいくら重かろうがかっこよさがそれを上回るというね。それをこう羽織ってみて、コートが重すぎたり頭がでかかったりでかすぎたりするけど、ファッションド M としてはそこがツボ、盛り上がるツボってことで、この冬も気分アゲアゲでおしゃれを楽しみたいと思います。 Hit it! Oh, I do.